真実の魔法少女は、ビンチョウタンによる日本の漫画作品。ヤングガンガンにおいて、2014年9号から2016年7号まで連載。また、ガンガンはオンラインにおいても連載された。もともとは、自身のサイトにおいて2007年3月より連載されていた作品であり、2014年4月、現在100万 PV を記録していた。なお、 サイトへの連載は2014年8月現在、凍結中。戦闘描写は、ほとんどなく、異世界の二勢力の狭間でうごめく、思惑の追求がメインとなっている。本作では、数ページに1回のペースで不審な点やちぐはぐな点といった伏線と、おぼしき要素が登場しており、裏に隠れた真相を考察できるようになっている。それに加え、 単行本巻末ではその巻にあった不自然な点を10、数個挙げている。本記事では実際に描かれた点だけ記載して考察は省くものとする。ちょくちょくパロディなどのギャグを挟むが、そのギャグパートにさえおかしなところが仕込まれている場合がある。容姿鍛錬、頭脳明晰、運動神経抜群、生徒会長と恵まれたスペックを持つ倉田総一郎は、ある時、 雨の中で謎の生物、ポルトと出会い、魔法少女のサポートを頼まれる。最初はあまり乗り気ではない上に半分を脅されての参加だったが、総一郎は次第に慣れていく。一方、その裏ではポルトが所属するムスタング帝国と敵対関係にある連合国、シュバニカで様々な思惑が渦巻いていた。総一郎の近親者、総一郎の家族離の親族、 ありがとうございます。